ポタワトミ族、ポタワトミイ族は北アメリカの先住民族。グレートプレーンズからミシシッピ川上流域、古代湖周辺にかけて存在している。彼らは伝統的にアルゴンキン語族のポタワトミ語を話す。ポタワトミ族は自分自身をベデイメドミー、またはネシュナブと呼んでいる。ポタワトミ族はオジブワ族、オタワ族と共に 三つの日の連合と呼ばれる長い期間にわたる連合の一部である。ポタワトミ族はベデイ・ウィドミーと呼ばれており、連合の中では最も若い兄弟とみなされている。19世紀、ヨーロッパ人、アメリカ人の侵略に押され、中西部のオクラホマの保留地へと移動した。彼らは最終的に多くの土地を活上し、大半はネブラスカ州、カンザス州、インディアンジュン州、 そして現在は、オクラホマ州へ移動した。いくつかの集団は、現在も中西部に存在し、連邦政府も部族として認識している。カナダでは、オンタリオ州に拠点を置く集団が、政府により、ファーストネーションとして認識されている。ポタワトミ族を含むワニシナアベ族系の分布ポタワトミという名前は、オジブ英語のボーデワーダミーに由来する。ポタワトミ族は、 自分自身をベデイメドミーと呼んでおり、オジブー英語と語源は同じである。ボーデワーダミーは、ダンドの火を守るものを意味する。火を守ることは、ポタワトミ語ではボドワドム、オジブー英語ではブーダワダム、オタワ語ではブドワダムとなる。もう一つ、ポタワトミ族の自称として、ネシュナブがある。オジブー英語のアニシナーベと同じ語源で、最初の人々を意味する。 サイモン・ポカゴン州長、シャボナ州長、カック・カック州長、ポタワトミ族がフランス語の文献で初めて言及されていたのは17世紀前半のことである。彼らは現在のミシガン州南西部で生活していた。ビーバー戦争の間、両場を広げようとした色濃い連邦やニュートラル族の攻撃を避けるため、彼らはグリーンワン周辺に逃れた。ポタワトミ族は デカムセの連合の重要な一部分として、デカムセの戦争に加わった。彼ら連合は、イギリスとアメリカの勢力関係が変わるたび、味方につく側を変えていった。米英戦争当時、ポタワと民族の集団は、ディアボーン、トリデ周辺で暮らしていた。ブラックバード州長とナスコートメグに率いられた500人の戦士が、ディアボーントリデから撤退するアメリカの隊列を攻撃した。 ナサムヒールドの部隊と市民ら50人以上が殺され、負傷者も多数いた。最初のウエストポイント出身者であるジョージ・ローナンは、この攻撃によって戦死した。この出来事は、ディア・ボーオントリでの虐殺と言われる。ポタワ・トミ族のブラック・パートリジ州長は、戦士たちによる攻撃をヒールドに警告していた。後に彼は、ポタワ・トミ族によって捕らえられた捕虜の市民数人を救出した。 ポタワとミ族がミシガン州西部に到達した頃、フランス人探検家との接触が始まった。フランス人はウィスコンシン州のドア半島に沿って点在した部族も発見した。フランスの時代が終わるまでにポタワとミ族はウィスコンシンを離れてデトロイト周辺に移動し始めた。フランスがフレンチ・インディアン戦争に敗れた後、土地はイギリスに割上され、 イギリス人との接触が始まった。ポンティアック戦争では、ネイティブアメリカンの勢力に加わり、イギリス人や他のヨーロッパ人の入植者を部族の領域の外に追い出すために戦った。ポッタワトミ族は、イギリスの守備隊を捉えるなどの活躍をした。ポッタワトミ族は、デトロイトから西側に広がり続けた。中でも注目すべき発展は、マイアミ族に隣接して、 ミシガン州南西部にあったセントジョセフの村であった。ウィスコンシンの集団はミシガン湖に沿って南に移動し続けた。ポタワトミ族の歴史においてアメリカとの条約時代はアメリカ独立戦争を終結させアメリカに五大湖下流域への関心を向けさせた1783年のパリ条約に始まる。この時代はインディアン移住が可決されるまで続いた。 連邦政府は、ポタワトミ族を単一の部族として認識していた。彼らには大抵、すべての人に認められた部族の指導者が数名いた。ポタワトミ族は文献型の社会で、地理的な位置に基づいて、以下のように分かれていた。1820年代後半、連邦政府は保留地を作り、ポタワトミ族にとっては移住の時代が始まった。 ビリー・コールド・ドウェルとアレクサンダー・ロビンソンは、チッペワ族、オタワ族、ポタワ・トミ族の代表として、連邦政府と交渉し、プレイリードシー条約を締結した。その結果、ウィスコンシン州とミシガン州の土地の大半を、連邦政府に譲渡した。次々に流入してくる、ヨーロッパ系アメリカ人の圧力に押され、連邦政府は長年にわたって、 保留地の大きさを縮小させていった。1833年、コールドウェルとロビンソンによって、シカゴ条約が締結された後、最後のステップを歩んでいった。土地を譲渡する見返りに、連邦政府は新たな土地と年金、そして新しい家を作ることができるように物資を保証した。イリノイ州のポタワトミ族は、ネブラスカ州にインディアナ州のポタワトミ族は、 カンザス州へと、共にミシシッピ側の西側へと移動した。年金や物資は削減されたり、到着が遅れたりすることがよくあり、ポタワトミ族は移住してから苦しんだ。カンザス州に移住した集団は後に、インディアン順州に移った。インディアナからのポタワトミ族の移動は、ポタワトミトレイルオブデスと呼ばれ、同行したカトリックの神父バンジャマンプティにより、記録された。ペティットは、 インディアナに戻る途上で亡くなった。彼の日記はインディアナ歴史学会によって1941年に刊行された。多くのポタワトミ族がミシュガンなどに残る方法を探した。近くのオタワ族のところへ逃げたり、西へ移るのを避けてカナダへと行く者もいた。雨乞いをするポタワトミ族以下は連邦政府に認識されている部族である。死の道の記念碑、ポタワト民族は ミシガン州のロワー,ー半島に最初は住んでいた。その後、ウィスコンシン州北部に移動し、最終的にインディアナ州北部やイリノイ州中部に落ち着いた。19世紀初頭、ポタワトミ族の土地の主要部分は連邦政府に奪われた。1833年のシカゴ条約を受け、イリノイ州の土地を譲渡し、ほとんどのポタワトミ族はミシシッピ川より、 西のインディアンジュン州に移住した。アイオはカンザス、インディアンジュン州へ向かう旅の途上で、大勢が生き絶え、後に死の道として知られるようになった。ポタートミ語は、アルゴンキン語族の中央アルゴンキン語群に分類される言語であり、ミシガン州、ウィスコンシン州の五大湖周辺地域で話されている。他にもカンザス州やオンタリオ州南部のポタワトミ、族にも話されている。 ポタワトミゴを第一子供とする人は1300人以下で、そのほとんどが高齢者である。人々は言語を復興させようと力を尽くしている。ポタワトミゴとオタワゴはどちらも、相ク族から相当数の語彙を借用しているため、非常によく似ている。オタワゴと同じように、ポタワトミゴには、ご中音消失がかなり多く見られる。中西部には、ポタワトミゴに由来する地名が数多くある。 アレガン、ウォキーガン、マスキーゴン、オコノモーク、カラマズー、スコーキーなどは、ポタワトミゴに由来する地名である。ありがとうございます。